あんたは？宿の娘です。あのパラミデスへ行くと話されているのを聞いてしまったのですが。清涼に通報したのか？通報？タイマシ様がご一緒なのに？用があるならタイマシ様に言って。あ、清涼タイマシ、エレノア・ヒュームです。どんなご用でしょう？人探しをお願いしたいのです。ある親子が清涼の施設に行ったまま帰らないのです。二人とも行方不明に？母親はアメノチ様の巫女マヒナさん、娘はモアナちゃんという小さな女の子です。アメノチ様の巫女ということは？はい、アメノチ様の聖殿が接収されてからマヒナさんは何度も清涼に抗議しました。でもある日帰ってこなくなって、そしてモーナちゃんまで消えてしまったんです。きっとマヒナさんを探しに行ったんだと思います。その二人が清涼の施設にいると？いえ、でもあのマヒナさんがモーナちゃんを捨てるなんて考えられません。巫女の後継者として厳しく育てていましたが、本当にモーナちゃんを愛していたから。抗議のことはお許しください。どうか清涼のお力で二人を探していただきたいのです。できる限り調べてみましょう。ありがとうございます。私も母と二人で育ったものですから、一言とは思えなくて。行きましょう、タイマシ様。エレノア、どういうつもりなの？親子の件は私が個人的に探します。それはいい。では何のことですか？私が清涼の計画を潰そうとしてるのに、なぜ積極的に古文書の解読を手伝うの？私が故意に誤った方向へ誘導し罠にかけようとしていると？そうなの？そんな罠でどうにかできるほど愚かな相手とは思っていません。私はアルトリウス様がなされようとしていることを、今この世界で起こっている真実を知りたいのです。悔しいけど私は真実を教えてもらえるほど信頼を得ていませんでした。だったら自分で見つけ出すしかない。自己分析はできてるのね。清涼が表の道ならあなたたちは裏の道、表裏は違ってもたどり着く先は同じはずです。だから私たちに嘘をつく必要はないって？はい。真実があんたの信じていることと違ったらどうするつもり？今はわかりません。はっきり言うのね。けどもうしばらくは協力できそうね。ええ、今は。俺もお前に聞きたいんだが。何？
クーマについてだ。お前前に自分のことクーマだって言ってたよな。何か知ってるんじゃないのか。知らない。アルトリウスがそう言ってただけだから。気にならないのか。あんたは気になるの。いや全然。お前が気にしてないならそれでいい。妙なやつばかりね。けどシアリーズが私を選んだ理由はおそらく。まったく、ベルベットはエレノア様にきついでふ。正反対のお二人がぶつかるのは仕方がないとしても、ベルベットの当たり方は過剰でふ。正反対かな。エレノア様が白百合なら、ベルベットは漆黒のバラ。エレノア様が空かける天魔なら、ベルベットは闇夜の狼。エレノア様がカルボナーラなら、ベルベットは浜のりイカスミひじきうどん。うん、わかりにくいけど、うん、わかる気がする。ふふー、わかってくれたでふね。正反対な二人には共通点などないんでふ。そういう意味ではぶつかるのは仕方がないのかもしれないでふね。でも二人とも髪は綺麗だよ。心優しきタイマス様とクールなゴーマでふよ。エレノアだってビエン風には冷たいところはあるし、ベルベットは僕を何度も助けてくれたよ。エレノア様は人々を救うために身を尽くし、ベルベットは敵討ちのために必死でくよ。二人とも誰かのために一生懸命ってことだよね。朗らかに人と話をするエレノア様と無駄口は叩かないベルベットは同じでくか。僕と二人の時はベルベットもエレノアも自分のことを話してくれるよ。ああ言えばこういう子でふね、君は。でも僕は本当にあったことを話してるだけだし。っていうか、ビーン、僕全然エレノア様に相手にされていない気がしてきたでふ。エレノアが話してくれなくても大丈夫だよ。僕が相手になるから泣かないで、ビエンフ。余計に悲しいでふよ、ビエン。お主らも大概正反対じゃの。磯場が続くな。ナマコを踏みつぶさないよ、気をつけろよ。は？どういう注意よ。いや、ナマコを踏むとすごいことになるだろ。内臓がブジャドロッと。ええ、あれはちょっとトラウマになりますよね。まああの内臓を塩漬けにするといいつまみができるんだが。あれを食べるんですか。ナマコ程度、今さら何でもないわよ。ナマコはともかく、サンゴはあまり踏むなよ。はい、サンゴも生き物ですからね。宝石になるお宝だからじゃないの。そういう意味じゃない。同じ磯場でもマクリル浜とこのマーナン海礁は形成過程が全く異なる。そういえばここは岩場に覆われてるよな。マクリル浜は海岸だが、このマーナン海礁は地下洞窟が浸食されてできた磯場だ。波に削られたってことですか。それもあるが、ほとんどは岩を溶かして食らう暴食テーブルサンゴの仕業だ。長く触れていると生き物も浸食されるぞ。へえ。なるほど、サンゴに触るとピリピリするのはそのせいか。そっちの注意を早くしなさいよ。ダイフィゼット、クワブトのお世話はちゃんとしてまふか。うん、クワブトは夜行性だから毎日寝る前に餌をあげてるよ。それでいつまでクワブトのままにしておくんでふか。新種の虫だから、カブとかクワガタか断定するのは難しいところなんだよね。というかビエンフも虫が好きなの。もちろん、カブトもクワガタも好きでぐよ。男のロマンじゃないでふか。そうなんだ。で、どっちだと思う、カブトムシ派クワガタ派。難儀な問題でふよね。でも
さっきマギル姉さんが判別方法を教えてくれたでふよ。そんな方法があるの？僕が判別したらクワブトの名前に僕の名前も入れてくれまふか？え？かっこいい虫に自分の名前がつくなんて男のドリームじゃないでふか。それにこの判別を行う者には名前を入れてもらう価値があると姉さんが言ってたでふ。お願いでふ、僕も君と同じ夢を見させてほしいでふ。そこまで言うなら、うん、いいよ。この虫はみんなで倒して捕まえたんだし。ありがとうでふ。じゃあ教えるでふよ。虫を出してくださいでふ。マギル姉さんが言うには虫の背中の羽を開いて内側の薄い羽の匂いを嗅ぐんでふ。カブトムシやクワガタの薄い羽ってかなり臭かった記憶があるんだけどな。そんなに臭いんですか？試してみるか。いえ、遠慮しておきます。ビエンフ、やめた方がいいよ。あ、やっぱり虫の名前を独り占めしたくなったデフか。でも男に二言はないデフよ。ストロングブレイクな刺激ならカブト、デンジャラススパイシーならクワガタデフ。でもやらせてやれよ、自己責任だ。僕が判別するでふー。うおおおおビエーン、ショーバットスメール。あ、ビエンフーが目を開けたまま気絶してる。しっかりしてビエンフー。姉さん、羽の匂いを嗅いだら花が爆発したデフ。なんか悪夢を見てるみたいだね。むむ、わしの魅惑の腰つきに坊の視線を感じるわ。ごめんなさい、つい気になって。その腰についてるのは何の本なの？よう聞いた。マギルー草書全5巻の秘密、棒だけに教えてやろう。右の尻側から家計簿と魔法大全集じゃ。魔法大全集は主に油取り紙として使っておる。油取り紙？乙女のたしなみじゃよ。左側の2冊は押し花用の重い本と飛び出しすぎる絵本じゃ。飛び出しすぎる絵本？一開きで川に橋がかかるほどの飛び出しじゃ。敵に追い込まれた時に壁に向かって使えば瞬時に脱出できる優れものじゃよ。使った後で元に戻すのが大変すぎるのが玉に傷でな。ここ何年かは開いておらんがな。正面の本はバウムクーヘンじゃよ。へえ。重ねた生地には生き延びるための知恵が焼き印で記されておる。食べてためになる魅惑のグルメ本じゃ。食べてためになる。真面目にリアクションされると罪の意識が湧くの。どれもすごく面白そうだね。いいなあ。坊の好奇心は底知れぬの。どうじゃ、見たいか？すごく見たい。ならばマギルーのことを知りたいとおい。マギルーのことを知りたい。うむ、その願いしかと受け止めた。ご会長じゃ。そんな風になってたんだ、本の裏側って。ちょっと、ライフセットになんてことを。見たいと言うから見せてやろうとしただけじゃて。坊の思いをお主が止める権利などないぞ。私はこの子を守るための器です。横島な大人から守る義務があるんです。それにあなたの行為は公序良俗に反する恐れがありますよ。魔女に公序良俗を求められてもの。その鍵付きの本の想定は確かメリオダス王朝で流行した形。あなたが教育に良くないことは分かりました。今後はあなたの行動を監視させていただきます。あんまり口うるさいと嫁のもらい手がなくなるぞ。そのままあなたにお返ししますけど。マギル、もう一回めくって。本とベルトのつなげ方をよく見たいから。お、はい。
ねえマギル、腰の本なんだけど、押し花に使う重い本って何の本なの？棒の好奇心はムクムクじゃの。重い本に引っかかった棒だけに教えてやろう。押し花用に使っておる重い本は鼻炎風作のポエム集なのじゃ。鼻炎風ってポエムを書く趣味があったの？あやつは凡霊界随一のポエミスト、ノルミンポエムと揶揄する者もおるほどじゃぞ。わしのお気に入りを朗読してやろう。東にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、西にどうでもいいことあれば行ってこいと言われ、働けど働けど楽にならないでふう。まさにこの世は毎日生き地獄。重いね。押し花にはぴったりの重さじゃろ。心にしみるの。マギル、悪い顔になってる。どうだ、何か感じるか、ライフセット。うん、清涼の施設の方角、さっきより強くなってる。これは派手に暴れておるようじゃな。この混乱に乗じるわよ。あ、窓の外、海だよ。ここは水の聖主アメノチを祀った聖殿じゃ。地の聖主ウマシアの聖殿が地底にあったのと同じ理由で、古代の人間たちは水中に聖殿を作ったんじゃろうな。でも海の底に作るのは難しいよね。ああ、掘ればいいだけの地底聖殿とは異なり、海水との戦いに勝たねばならん。どうやったんだ？剣で海を両断したってわけじゃないだろ。まず岩から切り出した巨石を浅瀬に積み上げる。壁で囲いを作り、海水をかき出したら囲いを広げる。それを繰り返し、ある程度の広さを確保した上で海底を掘削して行ったんだ。気が遠くなるような作業だな。人間たちは困難を乗り越えて聖殿を築くことが聖主への信仰心を示すことになると考えたんだ。補足させていただくと、最近の研究ではもともとこの聖殿は海岸にあったと言われています。ん？俺の説明が間違っているというのか？いえ、私が読んだ学術書にはそのように書いてあったものですから。海岸にあった遺跡がどうやって海に潜ったんだ？四聖主が眠りについた際の地殻変動で、この聖殿は海中に沈んでしまったそうです。ですが、石の重さと海の砂のおかげで建物は密閉されていることが判明しました。そこで人々はここにつながる海底洞窟を掘って現在のような形になったということです。そういえば僕も読んだことがある。最新版古代遺跡建築理論だよね。はい、アイゼンは読んだことありますか？いや、俺が読んだのは初版だ。石を積んで囲いを広げていく場合、内側に残った石を取り除く作業が必要ですよね。それが非効率すぎるのではないかと指摘があり、そこから研究が進められたんです。最新版は定説がいくつも覆されていて、とても興味深いので、ぜひ読んでみてください。おう。なんかアイゼンの説明全否定してないか？あ、いえ、そういうつもりでは。考古学というのは疑問と検証の繰り返しで、日々学説が変化するものだ。気にするな。どっちだっていいわ。先を急ぐわよ。ここには聖主はいないのよね、アイゼン。気がかりならばコインで占ってみればよかろう。表が出たら聖主はおらぬ、裏が出たら眠っておる。裏しか出ないだろ。前にも言ったかもしれんが、聖殿というのは聖主信仰のために人間が作った祈りの場に過ぎん。
自然の力に恐れを抱いた人間が四聖主という神を祭り上げたのが聖司教の始まりと言われている。ここに眠っているいないの前に存在そのものが伝説なんだ。でもあの御座に確かにカノヌシは存在しました。だが俺が知る限り聖主が姿を現したなどという話は一度も聞いたことがない。カノヌシが特別な存在だと考えるべきだろうな。そうよね。まあそうだよな。あんなのが他に4つも出てきて敵に回ろうもんなら完全にお手上げだよな。そうよね。警備は蹴散らしてくれたけど、こいつは…こやつ、胸に雨の地様の紋章をつけておる。あれは巫女少女ぞ。じゃあ、このゴーマは…さっき聞いた親子の母親の方、マヒナか。そういや、ダイダゴ、もうゲットしないで食われるわよ。分かっています。でもケルマキ、攻撃する。巫女を務め村の人たちから慕われた人がゴーマになってしまうなんて。エレノア、もう元には戻れぬ。こうするのがせめてもな断りであると。あ、これってゴーマは放っておけばいい。あのゴーマ、娘さんを探しているうちにゴーマ病になっちゃったんだよね。ああ、宿屋の娘がそう言ってたな。ゴーマになっても娘さんのこと探してるんだよね。六郎や黒金、ダイルはゴーマになっても人間だった時にやりたかったこと覚えてるでしょ。お母さんだったらやっぱり娘さんのことずっと探してるんじゃないかなって。そうかもしれんが、そうじゃないかもしれん。そうだったらいいな。人間だった頃はきっとそうだったでしょう。でもゴーマにはそのような母性などありません。あの暴れぶりを見たでしょ。もうあれは元のマヒナさんではありません。ゴーマになり果て心も愛情も失ってしまった。悲しいことですがそれが現実なのです。ウェルベットや六郎には心があるけど、一体のゴーマを放置すれば100人の命が奪われます。ましてや清涼の施設で暴れ大魔死を襲うゴーマです。100人どころか村や町を滅ぼしかねないのです。私の村もそうでした。あ、だから私は
ま、そうだよな。エレノアの言う通り、元には戻せないんだ。切って成仏させてやるのも情けってもんかもな。カノヌシって本当に聖主なのか？いきなりな疑問じゃの。グリモ姉さんが解読してくれた数え歌の通りなら、カノヌシは八つ首のドラゴンなんだろう。クーマを使って汚れを食うなんて、まがまがしくて聖なる存在とは程遠い感じがするんだよな。確かに聖主は精霊の一つなのに、他の精霊やノルミンとは印象が違いますよね。ましてや八つ首のドラゴンだなんて。そうか。クーマが集まっちゃったらどうなるんだろう。そりゃもう大変だろうな。俺の想像じゃクーマが合体して巨大な化け物になる。でもって大蛇みたいに長い八つ首のドラゴンが口から炎を吐いて襲ってくるんだ。うえ、それ少しわかります。だろう。問題は首が8つとなれば俺たち6人じゃ手が回らないってことだ。分身の術でも使うしかないの。できるのか。できぬ。なんだよ。あ、どうしたの、ライフセット。8つの頭は別々の意志や思考を持ってるのかな。もしそうなら戦いの時にぶつかり合ったり好き勝手に動いたりして隙が生まれるはず。僕たちが心を一つにして戦えばきっと勝てるよ。ええ、手と手を取り合って戦えばきっと勝てます。そうですよね、皆さん。お、わしらが一つになれると思うか、坊や。それは。開かない。仕掛け扉か。イラついて壊すでないぞ。どんな罠が作動するかわからんからの。わかってるわよ。この扉のひし形の石、前にもどこかで見たよ。それと同じ石なら杯の台座についてたぞ。あのでっかい杯のかえ。さすが目ざといの。興味があるのは杯の中身の方だがな。あの杯が鍵ってことか。そう単純でもなさそうだがな。色がついている石とそうでないのがある。何か意味がありそうだ。そのようね。力を感じるのはこの奥だよ。さーて、クーマが出るかクマが出るか。やっぱりいたわね。またあの結界。当たりだな。こいつもクーマってわけだ。ベルベットの予想通り、7つの首は個体ごとに姿が違うようだな。感じてた場所はここだよ。どうやら棒の方も大当たりのようじゃな。ワーグジュリーの時と同じ感覚。僕が感じてたのは地脈点だったんだ。さて、こいつをどうする。クワガタみたいに小さくなれば連れていけるが。生き死になんてどうでもいいわ。こいつを倒してカノヌシの首を潰す、それだけよ。
食われないように気をつけろ。クワバラクワバラじゃん。このクーマは小さくならないようだな。さっきのゴマ。今度こそ終わりにしましょう。星稜がモアナを強くした。クーマにしたということかな。つくづく生贄が好きな連中じゃて。そんな、じゃあ、あの人は娘を助けようとして。お母さん、お母さん、モアナ寂しいよ。救えなかった我が子の腹を満たすために死にゆく自分を差し出したのか。あ、私のせいで。どうする、連れていくか。この様子じゃ足手まといになるわ。クーマに手を出すことは許さない。エレノア、君は知らなくていい。よくない。私が母親を倒したせいでこの子は。例のゴーマを食らったのか。だが君が気に病むことはない。全ては
世界の痛みを止めるために必要な犠牲なんだ。コウマじゃない！あの人は母親だった！この子のたった一人のお母さんだった！だとしても強き翼を持つ者は、女の涙には気をつけなさい。お母さん。モアナ。やるなら今だ。どいて、ライフセット。待って！あなたには優しさがないんですか？そんな議論をするつもりはない。目的はカナヌシを弱めることでしょう。つながりさえ立てば殺せなくても。ベルベット！はあ、情にほだされたか。女の涙は実に危険じゃな。グリモワールの言葉が気になったのよ。殺すのは後でもできる。連れてくならさっさと引き上げよう。敵の拠点に長居は無用だ。僕はライフセット。モアナ、一緒にここから出よう。お母さんは一緒じゃないと寂しいよ。寂しくないですよ。離れていてもお母さんはずっとあなたを見守っていますから。どうしてわかるの？私のお母さんもそうですから。行こう、モアナ。うん。まずい。汚れが強まっている。ああ、早くも影響が出始めたようじゃな。グリモ姉さん、どうしたんじゃ？解毒で何か分かったのかい？違うわ。汚れが強すぎて、宿屋で本読んでる場合じゃなくなったのよ。汚れ？あの体から出てるのは汚れじゃ。こりゃ限界じゃな。あ、ゴーマ病。宿屋の人まで突然どうして？ゴーマ化だ。汚れが溢れた。汚れ、村人の体から出てたあれがゴーマ病の原因だとでも言うの？ゴーマ病とは、ゴーマとは一体何なのです？
まだ遠くには行っていないはずだ。絶対に探し出せ。後で話す。ゴーマがタイマシどもを足止めしてくれるだろう。その間に船に戻るぞ。どこ行くの？お母さんは？モアナ、お母さんはまだ遠くにいます。じゃあお家で待ってないと。ハリア村へ戻ろうよ。村では怖いゴーマが暴れていて、とっても危ないんだ。でもモアナ、お母さんに会いたい。モアナがゴーマに襲われたらお母さんが悲しむよ。元気でお母さんに会うために今は一緒に行こう。わかった。モアナ、一緒に行く。お母さんを悲しませたくないから。話してもらうわよ、ゴーマ病と汚れのこと。あんた、精霊の禁忌を破るつもり？こいつら次第だ。精霊の禁忌？ことはゴーマだけの話じゃないのよ。この世界の仕組みと言ってもいい真実。下手に知れば人間そのものの足場が崩れるかもしれないほどのね。だから精霊はこの剣を人間に語ることを禁忌としてきたんだけど。それでも知りたいか？私はもう人間じゃない。知らないままで自分をごまかして進むことはできません。いいだろう。そもそもゴーマ病なんて病気は世界に存在しない。人間はもともと誰もがゴーマになる。心に抱えた汚れが溢れればな。汚れとは何なのですか？理性では抑えきれぬ負の感情。人の心が本質として抱えている業じゃよ。知っていたのか？魔女じゃからの。汚れは誰もが持つ心の闇。お主らも心当たりがあろう？言われてみればかなり心当たるな。人間は業に突き動かされる生き物だ。容易に負に傾き汚れを発する。ほとんどの人間が汚れを発しながら生きていると言っていいだろう。むしろゴーマが本来の姿でささやかな理性で人間の形を保っているだけやもしれん。民衆がそんな事実に気づけば大混乱になる。だから清涼はゴーマ病という仮病を広めただろうな。嘘です。だって開門の日以前にゴーマはいなかった。本来ゴーマも精霊も特別な霊的才能、霊能力のない人間には見えない存在だった。波の人間には突然凶暴化しただけに見えたんじゃよ。その異常さは悪魔付きや獣人化などと呼ばれて伝わったかな。なんで急に見えるようになったんだ？
人間全体の霊能力が増幅されたからだろうが、理由はわからん。だが、同じように降臨の日を境に、精霊まで人間に見えるようになり、大量の対魔師が生まれた。きっとアルトリウスが絡んでる。でも、病気でなければ村人が一斉にコーマになるはずがありません。八つの首持つ大地の主は、七つの口で汚れを食って。クーマは人が出す汚れを吸収して、カノ主に送る。なのに、僕たちが地脈点からモアナを連れ出したから。ボーは賢いなぁ。そう。吸収されなくなった汚れが溢れたのじゃ。つまり私のせいか。ねえ、どうしたの？なんかみんな怖いよ。おかげで古文書の記述が信用できることが分かったわ。地脈点から全てのクーマを引き剥がす。カノ主の力を削ぎ、覚醒を阻止するために。でもクーマを奪ったら人間がどんどんゴーマになっちゃうんじゃ。ならなきゃアルトリウスを殺せない。現に恐ろしき女やな。真実を知って進むか。いいだろう。外見が違うクーマを探すとなると、やっぱり地脈点を潰していくしかなさそうだな。グリモワール、さっきの話を詳しく聞かせて。汚れの件？禁忌だって言ったでしょ。人の感情、業が汚れという毒を生んで人間をゴーマに変えていることは分かった。汚れの発生を防ぐ方法はないの？人が人である限りないわ。言った通り、汚れは感情から生まれるものだから。あんたたちは何らかの対応をしてるはずよ。精霊だって心も感情もあるんだから。精霊は汚れを生むことはないのよ、人と違ってね。嘘ね。私は精霊が傲慢化するのを見た。それは外部の膨大な汚れにさらされたからよ。確かに監獄島は囚人と傲慢で溢れていた。それにメルキオールは精霊に何かを打ち込んでレジェンドワイバーンに変えた。あれは汚れか。精霊にとって汚れはまさに毒なのよ。だから精霊は正常な存在を器にして汚れから身を守る必要がある。もっともそれも完全な対策じゃないけどね。器が汚れたら精霊も傲慢化する。ごめんと。つまりエレノワが汚れたら、ライフセットアイゼンが言ってた器が壊れたらって、汚れたらって意味だったのか。その通りよ。小さな心のほころびが大きな志を砕くことはよくある。
ピュアピュアな大魔師のお嬢さんをあまりいじめちゃダメよ。忠告として聞いておくわ。私から母を奪ったゴーマ、私が守ったクーマ、私はどうしたいの？あ、綺麗！エレノは時々眺めてるね。お母さん、大切な人がくれた宝物です。これを見ると勇気が湧いてくるの。モアナも見る？見る！どうしたの？怖い！モアナの顔、怖いよ。あ、やだ！時の私も同じように泣いていた。モアナ、見て。すごい傷。どうしたの？大きくて怖い傷でしょう。私の体にも怖いところはあります。モアナは私が怖い？怖くないよ。それより大丈夫？痛くないの？ありがとう。全然平気よ。エレノアはモアナのこと怖くないの？私を心配してくれる優しいあなたを誰が怖いなんて思うものですか。お母さんも私もライフセットも。だからもう泣かないで。うん。その傷はゴーマに？ええ、子供の頃村を襲われて。怪我をして動けなくなった私を母が自分をおとりにして逃がしてくれたんです。お母さんは？強く生きて、それが最後の言葉でした。グリモワールの古文書解読が進んだわ。デッキまで来て。顔が赤いけどどうしたの？何でもありません。なんか怪しい。なんでもないってば。数え歌の二段目覚えてる？四つの聖種に裂かれてもミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる。灰色の月の日露を望み。そう、それについて話しとかなきゃと思って集まってもらったわけ。選ばれし者によってカノヌシとクーマが蘇るって解釈したわよね。どうにも生え変わるが引っかかるのよね。で、少し考え方を変えてみた。カノヌシに選ばれた誰かがクーマを作るのではなく、カノヌシがクーマになる誰かを選ぶとしたら。ミーツに通じる人あらば、フマのクーマは生え変わる。ここはどう読める？カノヌシの力に適合した人間がクーマに生まれ変わる。モアナ、聖霊は人間をクーマに作り変える方法を得て実践してるってわけか。そんな。
驚くこと？子よりも善。それがアルトリウスのやり方でしょ。アルトリウス。しかも生え変わるではなく、あえて生え変わると書かれている。生え変わると生え変わるの2つの意味が込められていると読み解けるのよ。クウマは生まれ変わる。それならフマ、不滅という意味が通じる。どうやら善よりも子を優先してモアナを殺さなくて正解じゃったようじゃの。殺さないじゃない。カノヌシの覚醒を阻止するためにはクウマは殺せない。殺したら別の適合者がクウマに生まれ変わるということだろう。けど汚れを食らう口は7つ。クウマの数は決まっているらしい。殺さなければ次は生まれない。そうだ。つまり俺たちは7体のクウマを地脈点から引き剥がした上で、清涼に奪還も殺害もされないよう守らねばならん。難易度高すぎじゃろ。僕の虫も守らないと。ああ、ますます大事に扱えよ。うん、ますます。しかしこうなってくるとアジトが欲しいな。アイゼン、秘密基地とかはないのか？男のロマンだが、ない。人知れない場所で、かつ安定した食事を供給できる汚れに満ちた場所。人気がないのに汚れに満ちた場所か。難儀なトンチ問題じゃの。清涼が管理するこの大陸にそんな都合のいい場所なんて。こうしてる間にもカノヌシは覚醒し続けてる。アジトを探しながら残りのクーマを集めるしかないわ。まずはローグレスよ。おやじ、水と食い物をありったけくれ。バカ野郎、こっちが先だ。3日も漂流しちまって死ぬとこだったんだ。日頃の行いが悪いからだ。ざまねえな。なんだと、やんのか。やかましい。騒ぐ前にどっちもツケを払いやがれ。なんかすごい。船乗りには短気なのが多いだけよ。怖がらなくていいわ。おい、どういうことだよ。どうしたの？ボラード量を上乗せしてきやがったんだ。おお、いい度胸だな。そりゃあなた方のボラードを受ける男ですから。だが一級手配の海賊団だけでなく、特級手配犯までかくまうとは承知していない。追加分には別料金を請求するのが筋でしょ。確かにそうだな。ベンウィック、いいねで払ってやる。えい、副長も船長も厄介な奴に甘いんだから。さすがアイゼン副長、今後ともご贔屓に。迷惑をかけたようね。想定のうちだ。気にするな。短期じゃない船乗りもいるということだ。覚えておくわ。